深く反省し、お詫び申し上げたいと思います。申し訳ございました。今月24日の問題発覚後、初めて公の場で謝罪したのは、筑紫野市にある二日市温泉大丸別荘の山田誠社長です。1865年創業で、昭和天皇も宿泊したことがあるという老舗旅館。本来は県の条例に基づき、週1回以上すべてのお湯を入れ替える必要がありますが、源泉かけ流しの温泉であることから、大浴場の湯の入れ替えを年に2回しか行っていませんでした。大体、1分間70リッターですから、100トンばかりのお湯を浴槽に何て言いますか、入れておりますので、水質はですね、かなりいいだろうというような気持ちで。しかし、このずさんな管理の影響か、去年11月に大浴場の湯から基準値の最大3700倍のレジオネラ属菌を検出。衛生管理について県に虚偽の報告をしていたことが分かっています。レジオネラに関してなんですけど、極めて深刻な健康被害が出る可能性があるということは想定されてましたか？想定してませんでした。想定していなかった、そこまで怖い菌っていう認識があまり、その辺の池でもた水たまりでもその辺にいくらでもいるっていうふうに、ちょっとなんか私の知識ではなってたもんですから。土の中や川など自然界に広く存在している細菌であるレジオネラ属菌。細かい霧やしぶきを吸い込むことで肺炎などを引き起こし、最悪死に至るケースもあります。去年3月には神戸市にある温泉施設を利用した70代の男性2人がレジオネラ属菌に感染、1人が死亡しました。利用客の方が最悪レジオネラに感染しても大丈夫だろうと、なんか事故があるとかあれやっても、もうそれはそこの特別な事情で、うちはもうとは関係ない話としてしか受け止めてなかったですね。条例では大丸別荘も採用している循環浴槽の場合、消毒のため残留塩素を一定に保つよう定めていますが、社長の指示でこの塩素の注入も怠っていたといいます。こうした条例違反は2019年12月から続いていたということですが、ここで川崎キャスターが疑問をぶつけます。2019年12月より前に、そもそも条例を遵守するという そもそもの基本的なことが管内で徹底されてなかった可能性もあるってことですか？ちょっと私も確認ができないんで、やってるはずだったんですけども。その言葉でおっしゃると、2019年12月より前も条例違反の状態があった可能性もあるっていうことですね。そういうことになります。川崎キャスターの追及を受け、山田社長は大浴場が完成した1992年以降から違反があった可能性も示唆、認識の甘さが露呈しました。で、そこの安全を担保するのが条例なわけで、条例は今回の場合でいうと利用客の命と安全を守るための条例なんですよ。その条例の意義を無視されていたということですか？結局そうなります。いうのはそう大したことないだろうと、仮に亡くなった方があっても、今のコロナじゃないですけど、かなりもともと基礎疾患があるとかですね、たまたまそういうこときっかけというといいかなと、そんな捉え方をしてました。法令遵守の意識が あまりに低いとしか言えないんですけど。はい、そうですね、もうその通りです。その法令についてはもう本当に低かったです。温泉施設の信用を失墜させることにもつながりかねないずさんな衛生管理。今回の問題を受けて、県内の温泉地でも変化が起きていました。こちらの創業130年以上、朝倉市の原津の温泉旅館には受付に温泉かけ流しのお湯の入れ替えについての案内が出されています。受付には毎日のお湯の入れ替え実施や
年に1回行われるレジオネラ属菌などの水質検査をクリアしている案内が置かれていました。大丸さんのことがあって心配される方がいるといけないので、あえてこういうふうに出させていただきました。ではこちらの温泉宿ではどのようにして浴場の衛生管理を行っているのでしょうか。こちらはもう本当に客室でございまして、先ほどまでお客様がいらっしゃったお部屋でございます、はい、ちょうど今お湯を抜いた状態ですので。お客様がいなくなった後こうやってお湯を全部抜いてるんですか。はい、お客様がチェックアウトされた後一旦栓を抜いてまた掃除をして新しいお湯を張ります。客室の風呂は毎日お湯を抜いて掃除、前の客が使用した風呂は欠かさず掃除するのは当たり前だといいます。大変は大変ですけど、これはもう私もお客様からお金いただいて泊まっていただいている以上はもうそこはちゃんとやらないと。掃除をしてのお湯の入れ替えは客室の風呂だけではなく大浴場でも当然のように行っています。ここが10時までのご利用時間ですね。ですから夜中にお湯を全部抜いてでまた新しいお湯を入れて満タンにしてまた翌日使ってもらうということです。また多くの人が利用する大浴場では毎日の掃除とお湯を入れ替えるだけではありません。4日から7日のサイクルぐらいで昼間にやるんですけど、もうお客様のご利用も一旦ストップしてご遠慮いただいてで全部空っぽにして塩素剤をまいてで、高圧洗浄で全部流してできれいにした後にまた新しいお湯を入れます。毎日の掃除に加え4日ほどのサイクルで塩素などを使用した大掃除も行っています。毎日毎日新しいお湯を入れることでお客様に安心安全でゆっくりくつろいでいただきたいというふうな思いがありますから、もう清潔に保って、やっていこうということですね。業界を引っ張っていくべき立場にある老舗旅館のずさんな衛生管理、その影響を大丸別荘の山田社長はどう捉えているのでしょうか。今回の問題を受けて他の温泉であったり入浴施設の利用客が例えば一時的に減ってしまうような可能性もあるとは思うんですけど、そのあたりの業界に与える影響についてどうお考えですか。そういう風評被害を出したことはもう申し訳なく思ってますけども、まあ、これは今後また時期見てお詫びするしかないという思っております。山田社長は自身の進退について問題が落ち着いたら退任することになるとしています。はい、会見でいろんな質問をさせてもらったんですけど、私は正直もう怒りを覚えました。本当に怒りを覚えました。まず法律を守らなきゃいけないという意識があまりに低いと感じたし、利用客の方のですね、命と健康ですね、僕はこれをもう軽く見ているとしかも本当に思えなかったです。絶対に守らなきゃいけないところ、そして経営者でありながらもう全て人事のように話しているように聞こえました。ということで社長の発言を改めて振り返っていきます。まずですね、社長2019年の12月に、自らの指示で法令違反の状態に入っていったことを会見で明らかにしました。でこの時に一部の従業員から反対の声はあったそうなんですけども、全て自分の独断でそういう指示を出したと今日話しています。そして2点ありまして、法令違反、湯の入れ替えを週1回じゃなくて年に2回にとどめたこと、これについてはその理由をコロナ禍で客も少なかったのでと答えました。そして塩素の注入を怠ったことについては、これは個人的に匂いが嫌だったと理由を説明しました。匂いが嫌だったという個人的な理由も極めて身勝手なんですが、私はこのコロナ禍で客も少ないのでという表現が非常に引っかかったんですね。その客も少ないので健康被害が出たとしても一部にそれはとどまるんじゃないのというようなニュアンスにどうしても聞こえたわけです。でそもそも温泉旅館における衛生管理の徹底っていうのはもうまさに経営の根幹に関わるところですので、そこを怠ってるっていうのはその責任者から出てくる言葉とはもう到底思わなかったんですね。そして今回の問題が悪質なのは、その利用客の健康被害が出ていた恐れがあるということですね。それがこちらです、はい。レジオネラ属菌に詳しい専門家にも話を聞きました。基準値の3700倍という数値はこのレジオネラ症の健康被害もしくは最悪亡くなるケースが起こり得ると
そして感染者が今回本当にいないのか心配なレベルだとかなり危惧していました。でこの認識について今回今日社長ですが、レジオネラは大した菌ではないと認識していたと、健康被害が出るとは想定していなかったというふうに答えました。その上で私さらに質問したんですが、じゃあそれは利用客の命と健康を事実上考えていなかったということですかということに対して、まあ、結果としてはそうなるかもしれない。そもそもただ条例が本当に必要なのかと勝手に解釈して運用していたというふうに答えたんですね。ここも正直なんでこんなことが言えるのかと思うんですが、本当に命と健康を守るための条例について自分は懐疑的なイメージを持っているということを会見の場でわざわざ言ったわけですよ。本当にこれは理解に苦しむんですが、そしてこれがもう業界に与える影響があるだからこそですね、やっぱりどうしても納得できないところもあるんですが、他にも気になる発言ありました。こちらです、まあ確認することはできないが2019年の12月自分の指示の前よりも管内で法令違反の状態だった可能性はあると。あとは他の施設で死亡事故が起きてもうちは大丈夫だろうという間違った確信があったというふうに話しました。さあということで、あの社長によるこの社長によるですね、社長によるずさんな衛生管理がその音声業界全体に与えた負のイメージというのは確かに計り知れないんですが、大丸別荘自体はですね、すでに再発防止策を講じながら営業は再開してます。ですのでぜひですね、歴史あるその温泉旅館のその信頼はですね取り戻していってほしいと思います。